はい、私たちはね、はい、鳥取県で活動している2人組のユニットなんですけど、はい、私たちのことをね、初めて見たっていう方がほとんどだと思うの で、 そうです、ね、まずは自己紹介を、ね、したいと思います。はい、じゃあ最初はまずリオさんからお願いします。はい、今日からね、ちょっと新しい制度を導入しましたね。そうですね。今日早速はね、ちょっと皆さん対応しきれないと思うので、はい、次回来る時までに覚えて帰ってってください。はい、ちょっと緊張するけどね。はい、頑張りましょう。アシストするのでね。はい、じゃあ私の後に続けていてください。はい、唐揚げ大好き、リオナ、ある意味肉食、リオナ、眉毛が命の、リオナ。はい、ありがとうございます。中学校3年生14歳のリオナです。よろしくお願いします。イエーイ。次、あゆ。はい、ありがとうございます。私もリオと全く同じなので覚えて帰ってってください。はい、いきますよ。やるならとことん、あゆな、情熱少女、あゆな、みんなのシンデレラになっちゃいたい、あゆな。はい、ありがとうございます。高校2年生16歳のやるならとことん、情熱少女、みんなのシンデレラになっちゃいたい、あゆなです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、ちょっとね、はい、これはね、覚えて帰っていただきたいんですよね。覚えてたもんね。ね、はい、こんな二人でやっていってるんですが、ちょっと今日は晴天でね、ちょっとアイドルさんもね、はい、ちょっといらっしゃるので、私たちとても緊張してるんですが、今日も一日温かい目でよろしくお願いいたします。はい、先ほど聴いていただいた曲なんですけど、うん、桃色クローバー Z さんで労働参加っていう曲です。はい、先ほどの通りね、働いているお父さんお母さん、この中にもいっぱいいらっしゃると思うんですが、そんな方々にお仕事頑張れってね、ちょっと大変なと思う時もあるんですが、はい、お仕事頑張れっていうエールを送るために私たち歌っています。はい、そうですね。それでは続いての曲に行きたいと思うんですけど、うん、続いての曲はですね、私たちのオリジナルソングで、はい、皆さんでね、 I love you って叫ぶところがあるんですよ。うん、ね、今回ちょっとミックス禁止なんですけど、はい、なんですけど、ここだけね、ちょっと叫んじゃいましょうということで OK にしちゃったので、ちょっとね、はい、今日ここだけしかね、ちょっとミックスっていうかね、ちょっと叫べるところがないので、全力でね、皆さんの I love you 聞かせてください。そして今日は母の日ということなので、はい、ちっちゃいお子さんたちはね、お母さんに向けてね、いつも言えない I love you を言ってあげてください。それでは聞いてください。恋は意地悪マジック。
早速なんですけど、うん、あ、その前にですね、そうですね、今日は母の日ということでね、ちょっと何か皆さん母の日で何かされましたか？じゃあリオナさん何かしましたか？私はですね、母の日が今日だっていうことをですね、ちょっと昨日知ってしまいまして。あ、でも昨日知ったんですね。友達からね、ちょっと LINE が来たんですけど、ケーキ作ったよみたいな。友達がね、いいよ、よくおこうですけど、そう、私かなと思ったんですけど、最初はだけど、ちょっと明日母の日だからみたいな言って、あ、そうなんだみたいな、そこで知ったんですね。そう、だから今日ね、ちょっとケーキを作ろうかななんて。多分作らないと思いますね、それは。ちょっとじゃあ私、自慢してもいいですか？はい、私、ちょっと今日の朝っぱらからお母さんにね、大きなプレゼントを渡してきました。あのですね、そのプレゼントを渡した時、プレゼント買った時が友達と遊んでた時で、迎えに来てもらった時からね、なんだこのプレゼントはっていうちょっと疑問がね、ちょっと何回も飛び交ってたんですけど、ちょっと無事ちゃんとお母さんに母の日のプレゼントとして渡すことできました。イエーイ、ありがとうございます。この後もね、何時間かね、母の日続くので、まだしてないよっていうリオナちゃんみたいな方はね、ぜひぜひしてあげてください。はい、それでは続いての曲に行きたいと思います。はい、続いての曲は今回ファミリーコンサートということでですね、はい、老若男女全員が楽しめる曲になってます。はい、そうですね、私たちがセレクトして編曲した曲でもあるんですよね。そうなんですよ、だからね、皆さんね、もっともっと前の方に来て、ちっちゃい子たちも絶対楽しめると思うから、はい、うん、そう、ちょっとね、前に来て、はい、一緒に歌って踊りましょう。ここまでは知らない曲が多かったかもしれないですが、もう皆さんが絶対知ってる曲、はい、何曲も入れているのでね、はい、ぜひぜひ、皆さんにもっと前の方で聴いてください。はい、そしてこの曲に行く前にノンストップメドレーレディーと私たちが言うので、その後に続いて皆さんにゴーって言ってほしいんです。はい、ちょっとね、まあ、声出しさっきもできてたので一発でいけるかなと思います。それではいきますよ、ノンストップメドレーレディー、ゴー、ゴー、ありがとうございます。じゃあちょっともう一回手のひらを太陽に透かして見れば
たびはこんな私を選んでくれてどうもありがとう。ご使用の前にこの取り扱い説明書よくよく、ずっと正しく優しく扱ってね。一点物につき返品交換は受け付けません。ご了承ください。これからもどうぞよろしくね。こんな私だけどまだ手許してない。自己大切にしてね。メイク部補佐の私だから。たまには旅行にも連れてって、記念日にはおしゃれなリナをガラじゃないと言わず、かっこよくエスコートして、なんか変わったかと思いますが、皆さん温かい目でありがとうございます。はい、この曲はですね、ちょっと面白い構成にしたいなと思って、まずは昔のね、ちょっと学園天国っていうちょっと昔の曲から始まって、だん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 最新の曲に近づいていくんですけど、また最後にね、戻るっていう、そういうね、そうですね、そういう構成をね、面白く考えようと思って私たち作ってきたんですが、皆さんどうでしたか？
はい、ありがとうございます。もっとね、次回は各種いただけるようにね、もっともっと練習していきたいと思いますが、ここでちょっとね、告知をさせてください。はい、私たちはこれからも鳥取県のイベントがどんどんあります、そしてこの間大阪遠征に行ってきたんですけど、その風に大阪とかね、他の県外にもたくさんと行ってライブをさせていただいてます、その詳しい情報は私たちの公式ツイッターとアメーバブログで情報発信しているので、皆さんぜひフォローをよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。続いての曲はですね、早いことで最後の曲になってしまいました。ありがとうございます。最後の曲ということでね、ちょっとお別れの方は数人いらっしゃるんじゃないかと思うんですが、最後の、毎回最後の曲、最後に持ってきている曲をまたね、最後に持っていきたいと思います。皆さん、最後まで盛り上がれる準備できてますか？ありがとうございます。それでは聞いてください。走れ、あゆな。はい、じゃあちょっと赤字で残っているので、ね、ちょっともう一回ね、じゃあ、はい、ちょっとね、もうちょっとみんな本当に前の方に来て、最後の曲なのでね、一緒に手拍子して、最後まとまる、一つにまとまるためにイエーイって声出しましょうか。それでは皆さん、突っ走る準備できてますか？イエーイ、ありがとうございます。それでは聴いてください。走れ、いかんごかとならない、踊る心とならない、動き出せよ君の元へ、走れ走れ走れ、胸の奥が痛くて、純粋に君と繋がっていたい。今も
アイナです。リオナです。ハニージュエルでした。バイバーイ。